スパイダーはオープンソースでクロスプラットフォームな統合開発環境であり、パイソンで科学用途のプログラミングをすることを意図して作られている。スパイダーにはナンパイサインプイマットプラトリブアイプイさンなどが統合されている。科学用途という点で他の統合開発環境と比べると、スパイダーはオープンソースであること、クロスプラットフォームであること、 コピーレフトではないライセンスなどの特徴を持っている。スパイダーはプラグインを用いることで拡張することができ、パイフレイクスピリンとロープのような文法チェックコードの品質チェックリファクタリング用のプラグインを組み込むことができる。スパイダーは Windows では Python や WinPy さんとして提供されている。m a c では MacPorts から入手でき、Ubuntu でビ e ンフ n ド f e d o r a をペンス世間と Arch Linux の ようなメジャーな Linux ディストリビューションにも統合されている。スパイダーは Qt フレームワークを直接または p y クト t や P-Side を介して用いている。スパイダーのサイトではスパイダーの特徴がスクリーンショットにより紹介されている。ありがとうございます。